次にあの大阪戦略調整会議についてですが、うん、あの1回目で決まったことが、まあ、会長副会長がどうなったかということだけだったと思うんですけれども、あの今後2回目に知事としてこういうことを話し合いたいということですと、あですか、今後2回目にこのこういうことを話し合いたいということと、あの日程調整どれぐらい進んでいるのかについてお伺いしたいです。まあ、日程調整はまだ全く進んでおりません。まず2回目ができるかどうかね。要は条例の失礼から言って、もう皆さんもはっきり分かったようにものを決められないんです。決まらない会議だということです。で、まあ、あのその議題の中身についてもまさに決める権限はありません。あの会議体ですから、今回あの第1回目の大阪会議において一番分かったのは、まさにものを決めることができない会議体だなと。だから規約も決まらなかったし、その議題まで全く進まなかったと。まあこういうことです。だからまずはもう、ま、僕らは中身の話をしたいとこう思ってますんで、もう規約で、揉めるね、規約をまたガンガンやり合って、で結局、条例上その規約が、賛成も反対も決まらないというようなことに、なりますんで、もう規約は横に置いといて今の条例で、中身の話しようかなと。中身の話を、させてもらいたいということを、まあ代表者会議も決まりませんでしたから、ちょっと調整したいと思ってます、うん、だから、まあ、代表者会議も決まってないわけでね、各会派と例えば僕ら首長を入れていただいて、もう要は規約も決まらないんだから、今の条例のルールに基づく中で、議題をの中身を話し合いましょうよというような話をする調整会を設置したいな、設置してもらいたいと思ってます、うん、その話をするための調整会というのは任意の形になるんですか？任意じゃないと無理でしょ、規約できてないわけですから、うん、まあ、任意といってももう皆さんに見える形でね、やってもらいたいとこう思ってますんで、一部会派からはですね、その組長までその任意の調整会に入るのかというような批判的な意見もあるようですが、そのあたりはどのように受け止めますか？大阪会議のメンバーですよ、僕らは。じゃあ、まあ、僕ら政党には属してますけども、会派には属してません、この役所の中の、それぞれの議員団に。だからそれは首長としてこの大阪会議には参加してるわけで、それは首長を出してもらわないと、要は大阪会議の一委員として首長側の委員としてね、もの要は、調整会議でもの言う場所がないというのはおかしいじゃないですか。その仮の話で恐縮ですが、もしその首長を混ぜての任意の調整会議というものが開かれないとなると、その後はどうやって進めていくことが考えられますか？いや、それまで開かないということになると、まさに自民党は全くやる気ないという話じゃないんですか？自分たちで作った条例でしょ、自分たちが提案した条例で、要はこの間の大阪調整会議でも、もうこの間の大阪会議、本会議でもはっきりしましたけどね、彼らはもう言い続けたんです、都構想の対案と。ところがいざその大阪会議開いたら対案じゃないと、対案という位置づけはできないと、ね、もうこれだけ見てもね、まあ彼らはもう自分たちのポジションを、なんとかこうバッジを守るためのね、アリバイ作りで、まさか成立するかも成立しないだろうと思ってた大阪会議が成立したと、そのような捉え方してるんじゃないかなと思いますね。もう残念で仕方がないと、うん、だから首長が入るまあ、本体会議のための調整会に首長が出ないからやらないなんていうことを自民党言うんだらね、まさにもうそこの本性がもう化けの皮剥がれた、こういうことになるんじゃないかなと思います。
竹山市長に関することで、関連なんですけれども、大阪会議につきまして、今、ちょうどですね、発表されたことなんですけれども、その堺市としてのですね、提案議題としてですね、4つ挙げられたんですけれども、まず、広域観光ルート、大阪観光局と県内市町村との連携の強化、あと、ワールドマスターズゲームズの大阪府、大阪府大阪市の積極関与、あと大阪府市、堺市、東京事務所の統廃合、あと大阪市水道、大阪市水道のですね、大阪広域水道企業団への統合、この4つを挙げられたんですが、これ、まず知事の受け止めてもらう、いかがでしょうか。まあ、本当役人でセンスないなと思いますね。全くセンスない。大阪会議の中でね。この中で唯一ね、大阪会議で取り上げてもいいなというのは水道統合の話だけ。あと、観光ルート入ってきたらいいんです。観光局も参加していただいたら結構ですよ、別に大阪会議でどうのこうのやる必要はありません。いつでも、我々は拒否してません。そもそもね、統合本部会議に参加すればどうですかと、今から4年前に声かけてるんです。3年半前にそれ参加されなかっただけの話で、だから市長は、竹山市長はね、この辺が全くね、ピンボケやなというところですよ。ワールドマスターズゲーム、協力します。当たり前の話です。市町村がやりたい。別に大阪会議でどうのこうの議論する必要はありません。東京事務所、入ってくればいいんです。もう府市では統合してますから、例えば2人派遣するなら、付け2人置きます。で、あとは、その費用負担。どうするのかというところだけです。今大阪府と大阪市で5対5 50-50 やってますけど、堺が入ってくればね、その10をどういうふうに割り振るのか、まあ仕事の割り振りとか人数配分でいくとね、まあ4対4対2とか、まあ、3対3対4とかね、まあ、いろいろあるでしょう、そこを決めればいいだけですから、いつでもやります。大阪会議にかける必要はない。水道については大阪市の方は今民営化ということをやってますから、大阪市の判断になるとは思いますけども、いや民営化よりも、府域一水道の企業団に大阪市が参加する方が、要は受益者にとって、大きなメリットがあるということであれば、それを主張してプレゼンすればいいんじゃないかなと思います。あとの3つはやる必要はありません。すぐに解決できますから。その堺市としてのですね、会議にあたっての基本姿勢としてですね、その大阪府と大阪市の二重行政、二重行政についてはですね、もう、まず大阪府と大阪市で十分に議論していただきたいというその一言だけを言われているんですが、それについてはありますか。だからそれやったらこの間もね、二重行政を議論するというところでね、都構想の対案というところ、なんていうのも自民党二重行政の議論しようとしてないんですからね。それじゃあ前回第1回目の会議の時にまず二重行政の議論からやろうじゃないかと言えばいいじゃないですか。自分は関係ないかもしれんけども、大阪府大阪市で二重行政の、議論をスタートさせるべきというのをね、会議で言えばいいのに、会議ではそんな話一切してませんから。まあそんなもんですよ、あの人。ちょっと長くなって恐縮なんですけど、今度調整会議の方で、先ほど条例ルールで話し合おうということだったんですが、その条例ルールで話し合うとは、もう少しちょっと詳しく教えてもらえませんでしょうか。まあ条例の意思決定について、この間の規約の意思決定が決まらなかったと、規約が決まらないということでね。でも条例には決めるルールは一応あるんですよ。この間は規約を決めることを条例のルールによって決めたわけですから、で結局決まらなかったわけです、規約が。どの議会においても、過半数でないと物が進まないという条例のルールですから、規約を決定することができませんでしたけども、要は一応決定するルールっていうのはあるんです。やれるかでき、決定できるかできないかは、これはまあ分かりませんけど、一応ものを決めようとするルールがあると
だからそのルールに基づいて、もうとにかく規約はまとまらないんですから、双方言い分が分かれてしまってるんで、だからもう規約についてはもういいじゃないかと、まとまらんでも、じゃあもうあの中身の議論に入らせてほしいと、中身、議題、本来の議題、だから我々は二重行政を解消する議題を挙げたいと、まあ、堺市はこの水道を挙げたいということになるんでしょう。うん、だからそれはもう大阪市が水道をやろうじゃないかということであれば、うん、僕はいいですよ。あの我々今権限はないですけども、まあ水道に対してね、でもそれぞれ、その、それぞれの、事業団の市町村の選出された府議会議員というのがいるわけですから、その中身についてまあ言いたいことは言わせてもらえると。だから水道はまあ大阪市が、まあ民営化を目指す、中でね、でもまあ、 堺市が企業団に入ってこいという話をもう一度やりたいというんなら、大阪市側で了解ということになれば、ね、やったらいいと思います、うん、だからそういう 何の議題を話し合うかを今のルールでもうやればいいんじゃないの、こう思ってます。大阪会議、これは潰れないようにやっぱりやっていくべきだというお考えはやっぱりそのままなんでしょう。いや、だから中身の議論をしましょうよと。で、中身の議論をする前に、要はなぜ大阪都構想の対案として認めないかどうかがわからないということなんです。中身の議論を抽象的なものしかしたくないという自民党のそういうのがもう見え見えなんでね、今例えば今大阪でね、大阪の経済がこの間低迷してきた理由、要は工場等立地制限法があったからって、今その話を大阪会議でやる必要ありますかね。これから大阪が、大阪のまあ今課題あるのは特にものづくりだとかね、そういうところの、事業者、まあ、中小零細個人事業者の皆さん、ここらが、仕事量増えてきて売り上げが伸びてくれば大阪の経済は、まあ右肩へ上がっていくわけですから、じゃあその皆さんが何を望んでるか、新しい商品を開発するために、新たなスーパー公設試験所作ってよと、こういう話が大阪の経済活性化につながっていくわけなんでね、これはまさに今二重になってる、公設試験所を一本化するという話でも、そこへ行く前にまず昔の、工場等立地制限法があの時あれが悪かったねとか、もう過去振り返っても仕方がないじゃないですか、うん、であのサービス業については伸びてきてますんで、あとはこれをどう、大阪の、今の大阪市内エリアから外へ出していくかというところ、は、これはもう今、大阪府庁で、いろいろと、やってきてますんでね、検討もしてるし、実施もしてるし、で成長戦略については大阪府と大阪市が一本化できてますから。でその成長戦略にあえて新たにこういう、ワードを取り入れてほしいということであれば、別に大阪会議でやらなくても、もうそれぞれの府議会市議会でやればいいだけの話です。他にございますか。ABC の記者です、うん、大阪会議が今おっしゃった議題の件ですけれども、まあ、規約にはこだわらずに中身の話に入りたいということで、まあ、一時市長としては当案件を提案されるでしょうし、で今堺市の提案のうち水道等については取り上げたりするとおっしゃいましたが、うん、自民の提案はあくまでもダメなんです。自民の提案って何ですか。まあ、成長戦略ですね。成長戦略出来上がってません。ただまあどこも
過半数を持ってないようね。いやだから取り合ってそれぞれ提案したものを話し合わない限り物事は進まないと。いやだから成長戦略って何なのと、要は大阪会議で必要なのはバラバラのものを一つにするわけでしょ。大阪会議の役割っていうのはバラバラやったらまさに、大阪にの成長発展を阻害してるから、バラバラのものを一つにしましょうの大阪会議でしょ。成長戦略出来上がってません。で自民党が成長戦略にこれが足らんって言うんなら出来上がってるものに付け加えればいいだけで、なんで大阪会議で必要なんですかね。木原さん出来上がってるんやから大阪会議の目的意義、これを、メディアの皆さんにも理解してもらいたいですね。知事長のおっしゃる理屈は分かりますけど、それは あくまでも知事長の考え方であって、大阪会議を提案したのは自民で、自民がこれやりたいと言ってるのはお互いやりたいものを持ち寄って話し合うしか物事は進まないじゃないですか。いやだからやりたいから、やりたいことをやってる やることが府民の利益につながるんじゃないんです。僕たちは府民の利益、市民の利益につなげるために大阪会議を利用したい。だからやりたいことをやったら、やりたいこと、議会のやりたいことをやりましょう。まさに自己満足じゃないですか、それは。それを言うのであれば、統合案件を議会がやりたくないと言ってるんだから、それは知事市長のわがまま。違う、それは全く違う。府民、市民にとってプラスになる議題やと思ってるからやりたい、僕ら。我々大阪会議の目的意義、もうメディアの皆さんもね、まあ各もうテレビもねちゃんと伝えてもらう、大阪会議の目的と意義って何ですか。要は自分たちの自己満足の会議ですか。バラバラにやってるからマイナスでしょというものを一つにまとめていくのが大阪会議なんでしょ。成長戦略は一つにまとまってるんでやる必要ないじゃないですか。成長戦略に新たにこの分野を入れて言うんなら、それは今のそれぞれの議会で、別に大阪会議で議論しなくてもいいものは取り入れると、取り入れていきます。だから大阪会議の目的といい、それをね勘違いしてますよ、だから自民がやりたいという自己満足だけじゃないです。それは府民市民にとって何がプラスになるのかというところに立って大阪会議を利用するという話なんだ。だから成長戦略は一元化できてます。その一元化できているものをなぜ時間使って新たにもう一度やるのか。それやったら成長戦略に足らないところを、今度は府議会の提言も受けますよ、市議会でも要望提言あるんでしょ、そこ出してきてくれたらいいだけです。それが必要やったらもう成長戦略の中に入れ込みます。大阪会議でわざわざ何時間も一から議論する必要はありません。ということをおっしゃってる限り進まないと思うんですけれども、何度申し上げますけれども、いやそれはだから自民党持ってないんだから、だから自民党がやる気ないということじゃないですか。知事は兼ねてから、まあ、政治家としてですね、政治は妥協だということもおっしゃるじゃないですか。だからお互いやりたいものを持ち寄ってやるしか方法はないと思います。だから妥協だからこの大阪会議を我々は、まあ、そもそもこの会議というのは決定できる会議じゃないんでね、いかがなもんかと思ってたけども、要は都構想が否決された中、彼らは都構想の対案やと言い続けたんで妥協して、この、まあ、議会が維新の、議員が、都構想の対案間違いないですねということを聞いて大阪会議を可決成立に協力したわけです。協力した。だから大阪会議の目的と意義をはっきり、させて、それで、必要なもうアリバイ作りじゃなくて必要なものを議題に上げていく、ね、何時間も議論する中でね、これ確実にアリバイ作りやなっていうものをわざわざ取り上げる、これは時間の無駄じゃないですか。要は一元化できてるもの、成長戦略が一元化できてます。できてなければやります。でもまあだからまずじゃあそこまで大阪会議でもの決めれないですから、でもまずほんなら何から優先順位に行くんですか。普通に考えれば一元化できてる成長戦略というのは、まあ今まさに、一元二重になって一元化できていない、課題と一元化できてる成長戦略、どっちが優先順位につけていきますか。もうまさに一元化 していないものからスタートさせるのは当たり前なんでね、だから成長戦略、時間が こうあればね、やってもいいんですよ。どうしてもやりたい。でも
成長戦略を一からやる必要、最初にやる必要はないと。だからこれは我々側が、こう、まあ僕らはそう思ってるけども、自民党もやはりそこはね、一元化できてるものについては、まあこれはもう後に回していいよという判断をしてもらえるかどうかですね。最初からそれを拒否することは、拒否する必要はね、僕も全部拒否することはないと思いますけどね。ただ僕は必要ないと思ってるけども、彼らが必要やって言うんなら、まあ後で議論しましょうと、そういう話になるんでしょうね。優先順位の問題。優先順位の問題。わかりました。大阪会議で何を議論するのか、もう各社アンケートでも取ってよ、市民の皆さん、海の皆さん。テレビやったらよ、あれやんか、きちんぷいぷいであの緑色とあの黄色のあのボタン押すやつやって、何から議論したらいいんや、大阪会議、大学、研究所、成長戦略、そういうの全部あの緑、青、赤、緑、黄色かなんか、あれテレビやったらできるやんか、あれやってくれて、何から議論したらいいんか、きちんぷいぷいとキャストでやってくれて、ブームっていうか、でまずテレビで都構想の対案じゃないということ知ってましたかとかも、イエスノーで青と赤でやってくれて、いや違うとは言ってない、いやこの間もなんか違うとは言えへんけど、対案じゃないけど代案とかなんか言ってない、何言ってたんですか、どういう対案と代案どうちゃうんかなと思った、ほんまに分からない。もうテレビでやってボタンで、あれどれかバーって色付きの赤、青、黄色、いろいろあれ一番早い、まあ、大阪以外の人もつけてます。それででも成長戦略とかなんかお前面白い話になったら起きてるな。今寝てたやん。今日起きてます、起きてます、追いかけてます、追いかけてます。はい、じゃあ確認していただきます。まさに進め方、調整会議の進め方なんですけどね、公明党さんなんかは、まあ、いわゆる統合案件なんかも、まあ、議題のことに誰でも理解示していますし、まあ、汗かきたいというふうに言ってるんですけど、そこら辺、例えば公明党さんなんかの姿勢というのが、どう見てて、またその何て言うんでしょう、下交渉的なことも含めて、何かこう打開したい、打開しようという何か策とか考えてないですか。いやだから公明党さんがリーダーシップ取ってもらって、まず二重行政統合案件から、議論スタートさせようということを言っていただければもうありがたいですよ、乗ります。その代わり成長戦略、自民党が言う成長戦略もその後でやろうね言ってくれんやったらもう乗りますよ、うん、要はね、何が言いたいか、成長戦略は一元化になってるんです。要は大阪会議の意義と大阪会議が何をするか、これバラバラなものを一つにまとめましょうというのが大阪会議なんで、だから一つになってる成長戦略を改めてやる必要ないし、過去に振り返って大阪の経済低迷の理由をね、振り返っては反省する必要は大阪会議ではないでしょう。公明党さんに汗かいていただいてる、いただけるというのは非常にありがたいですし、公明党さんが党案件やろうじゃないかと、まずそこからって言っていただいたらスタートできます。その地ならしみたいなこともなんかやっぱり公明党さんがちょっと考えてるみたいなんですけれども、そのあたりのこう、まあ、手段というか手法といったらどうですか。地ならしってどういう地ならし、要するにまあ、いわゆる代表者会議に準じたような形での表舞台に向けた下ごしらえみたいな。いやだからそれがその結局その何ていうかな、水面下で物事が決まるっていうことが、そのあくまでもその水面下の会議体っていうのは、正式じゃないんで、物が決まるわけじゃないんでね。要は相談会でしょ。
うん、なんか相談会はそれぞれの会派やってもらったらいいと思うし、相談会にだから僕らも出してくれ言ってるだけです。先ほどのあれだと、まあ、あの自民党の選挙、まあ、統合案件からやり始めればその選挙戦略も後でやってもいいということ、順序で言うとそういう、うん、いやだから自民党は成長戦略に、我々が作ってる成長戦略に何が足らんと言ってくれたら、別に大阪会議じゃなくても成長戦略は一本化してるんですから、そこに入れますって言ってるんですもん。さっきの竹山市長の話と一緒で、東京事務所を一元化しようと大阪府と大阪市になってるんで、入ってきてくれたらいいんです。それなんでわざわざ大阪会議で議論せなあかんのか、ね、僕拒否してないんやから。うちの東京、今の大阪、東京の大阪事務所に、いや、2人派遣すると、机を2つ置け、あ、それはもう了解と、な、人数的に大阪府と大阪市の割合こうなんで、家賃の負担はその割合でやってくれとか、そういうことをもう言ってきてくれたら、もうそれが全部筋道通って、つじつま合う話なら乗るんで、わざわざ大阪会議でやる必要ないでしょ。規約はもういいと、その会議ではもう、まあ、もう入れなくてもいい。どっちも決まらんかったんでね、もう多数決でやったんで、これ言い続けてもどっちも決まらんじゃないですか。じゃあもうその議論に入っていきたいっていうのを向こうに投げかけることがいい、うん、投げかけていきたい。これはまあ会長は決まりましたから、会長にちょっとお願いをしたいとは思っています。じゃあまあ決まれば2回目はそこから入っていけるような形を一心としては目指すっていう。当然です、うん、で今回みたいに規約の問題で、まあ、途中で進まないということにならないようになんとかしたい。まあだから今度は議題について、二重行政の議題からいくんか、成長戦略から行くんかで、また揉めに揉めて、最後多数決になって、どっちも、それが決まらない。だからそれが大阪会議なんです。まさにそれが大阪会議なの。ね。だからみんなね、都構想の対案対案って言ったけど、都構想はそういうことはありえません。制度として変えるわけやから。そういうことにならないようにする制度を変えるんが都構想。だから都構想の対案対案と言い続けた大阪会議はこんなもんですよというのが今もう如実に現れてるということです。まあ、スケジュール感として2回目は、まあ、希望的なところで結構なんですけど、いつぐらいに開きたいというのは、ね、いやもう早くできるだけ早いことやってもらいたいなと思います、うん、そこはある程度じゃあそのさっきも言いましたけど妥協する余地はあるというでもだからまず優先順位でね、うん、そこを決めていただいたら別に、成長戦略をやらないと、いや僕はやる必要はないと思ってるんですよ。成長戦略はまとまってるんで、これを入れと、この部分が成長、大阪の成長に必要やろという具体があれば、それは今まとまってる成長戦略に組み込みますから、そういう知事としてそう言ってるわけです。市長もそう言ってるわけですね。それで大阪会議でやらなあかん理由をね、もう一回説明してよ。なんでやらなあかん、それで。うん、言うてんの。まとまらんことをやるのが大阪会議なんでね。次回の規約については、横に置いておくというのは市長とも合意してる。まあ、もう言うよ。もうどうせ多数決やったんやから、同じことを繰り返すだけなんで。多数決やったんだよ、うん、だからもう多数決やってどっちにも決まらんかったんやから、規約についてもうええやんかと、うん、それと坂井市長の提案されたあの水道統合以外の3件はね、賛成だから進められるというのはそれよく分かったりされたらいいと思うんですが、ただ今までそれを言い出す場もなかったわけですね。入ってけへんかったから、いやだから場ができていってるんだから、それで水道統合本部で物事を決めていったように、その場で竹山さんが提案して知事を OK とそれで物事が進むといいじゃないですか。いやだから今まででもそれ入れたんだ。
別に。だけど今までない場ができたからこうやって議題に登ってるわけですよ。いや今まで別に統合本部に入ってください言うたのは入れへんかった。それ分かってますよね。で今回市長も堺市長も入る場ができたからこういう話が出てきてるわけじゃない。いや別にそんな竹山さん大阪府庁出身やから電話してきた絵だけやからその話。だから政治的にそういう関係でなかったのは、まあ、政治的にというかそれは別に俺政治的に僕は政治的にね堺市との課題について一切知らんふりした覚えはないんでね。だからモズ古市なんかでも別に好き嫌いがあったからって、モズ古市一生懸命回ったよこの間、まあ、それと同じように言うてくればいいだけやから。それ言うてけへんかったそれだけなんでしょ。でだから言うてきたから進めましょうということで。そうそう、だからわざわざ大阪会議を開く必要ないやん。もうできるんやから提案してその場で そこ決めてしまえばいいだけの話。いやもう例えば大阪事務所の統合なんてもうあと事務方に何人ですかで負担割合これで結構ですかって言ったらもうまとまるんやから。なんで大阪会議でわざわざ事務所で、一緒になりたいと思いますそれで各、議会の皆さん意見どうぞって言う必要ない。なんですぐ決まるものを大阪会議でやるのを嫌がるのかが逆に時間もったいないから。時間ももったいない。即決めてしまえばいいだけな。即決めてしまえばいいわけど別に会議にかけんでも決めれるもん会議かける必要ないと時間がもったいないでしょ。それと自民党の成長戦略も拒否されてますけど知事長で言われてるね例えば鉄道の優先順位につけたのは悪く成長戦略の一部といえば一部なので、うん全く水と油ではないと思うんですけども、うん、そういうすり合わせをしていくかというのではないんです。だからそれは自民党が具体的な成長戦略の議題を、提案してくればいいと思いますよ。今の自民党の成長戦略って僕は聞いてるところによると要は大阪の低迷を招いた原因をまず調査しましょうと。これ必要ですか、ね、こんな調査はもうネットポンポンと叩いたら出てくるしね、そこを、まあ、専門家も入れて、議員のそれぞれの考え方も発表させてそこの検証からしていく必要がないでしょうということです。よろしい。3番1回目終わって今でも大阪会議であるということであればまた改めてここを提案するというのはあるまあ大阪会議が、これから、まあ、進んでいく中身を見ての話になりますね、うん、だから何にも動かない何にも決まらない、まあ、その時にやはり僕らは今でもそう思ってるんでね二重行政解消するのは制度を変えないかと。ただ、今大阪府議会市議会において過半数ない中でね今もう一度やりますといったところでこれできませんか実際に今は難しいと思うんですけどこれまた知事選市長選でそれをテーマに決める可能性とまあそれは、候補者が考えることでしょうね。あと維新としては自分はありようという維新としては自分はありようそれはこれだけものが決まらないということはやっぱり制度を変えないと二重行政の解消はできないと。まだ一回目開いてああいう状況なんで、ね、でもこれをずっとこのままね大阪会で何も決まらないということになれば、ね、やはりそういう、市民の皆さんにも、まあ、そういうふうなやっぱり制度を変えるっていうのは必要ないなということが、伝わるかなと思いますけど。ただ、今すぐね5月17日に、これはもう、廃案になってるわけですから、今まさにここですぐにやり直すということではありません。長期的な課題それは長期的なもう二重行政もずっともう何十年の課題だったんです。僕らはそれをずっと大阪で住み、大阪で働きしながらねそれやっぱり解決するのは制度を変えるしかないよねって一度答えを出して一度答えを出したものを
が民主主義において否決されたわけで、これは民主主義の重みっていうのも僕らは分かってるつもりなんで、だから今すぐもう一度、これを住民投票にかけますなんていうのはこれちょっと傲慢すぎるしね、一度否決されたもん。だからまずは大阪会議見てくださいよ、だからいうことになるでしょう。まあ見ていただいてると思うんですよ。で整理しますと、それがまあ機能しないようならば知事選とか次の行動過半数を繰り返し以外に持てないという話がありましたけども、次また4年後というような話にもなるかもしれないというのは、まあそれはその時に議会の過半数が取れるかどうかで、それを掲げて統一地方選挙をどうするかですね、ということもありえる。それはその4年後の統一地方選挙になればね、そういうこともありえるんでしょう。何にも進まなければね、4年後と言わずに動かなければ知事選市長でもありえるということです。それはその時にその知事選市長選の候補者がどう考えるかでしょう。自体はまだ全く白紙です。白紙です。